ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は契約最終年を迎えており、今オフにフリーエージェント、FA となる。右肘の内側側副靭帯、UCL の損傷にもかかわらず、移籍先に関する予想は絶えない状況だ。米メディア、ハロハングアウトのザカリ、ロットマン記者は、エンゼルスが最後まで全力で再契約を結ぼうとしていると考えている。写真、日本人メジャーリーガー、歴代最高年俸ランキング。大谷は勝てるチームを望んでいるため、エンゼルスは今季のプレーオフ進出に全力を注いでいる。トレードでは買い手に回り、有望株を放出して戦力強化を試みた。しかし結果はプレーオフ進出は難しく、悲惨なシーズンとなる可能性が高い。大谷は怪我の影響で来季の登板が難しく指名打者、DH に専念すると見られている。そのような選手に巨額の契約金を提示できるかは議論の余地があり、マイク・トラウト外野手も将来は DH での出場が必要になる時が来る。再契約が難しい状況でもロットマン氏は、エンゼルスが今季だけでなく、過去に大谷と言った全てのことは、チームが彼のためにできることは何でもすると伝えるのに十分だ。うまくいくかは私にはわからないが、彼らはトライするだろう。それは間違いない、と再契約に臨むと考えている。